皆さんこんにちはこんばんはレック専任講師の金城淳之介と申します今回はですね2021年に中小企業診断士を目指したいというすべてのまあチャレンジする受験生の皆さんね、やってみたいという方々に対してですねレックからご提案と まあ受験生すべてに対するご提案をですねちょっと用意しましたのでしばしお付き合いいただきたいなと、こちらがですねあの2021年合格目標ということでまあ日本を盛り上げる国家資格とね書いてありますけれどもま,あまさにこの今、収録しているのがですね2020年の5月なんですね、ちょうど緊急事態宣言が発令されている中でまあ日々刻々と,ちょっと状況が変わっている中 やはりこう今後残念ながらこう景気的には非常に厳しい状況にどの業界でもなるだろうと言われている中でやはりこう大事になってくるのがじゃあいかにこう自分自身の価値付加価値を高めていくかとまあ言い方変えるとキャリア,アップですねそこでちょうど今こちらをご覧の皆さんすごくいいタイミングでして中小企業診断士の試験 というのが、まあ、年に1回あるわけなんですがちょうど来年、まあ、2021年ですね、えー、オリンピックがちょうどこう2020年のオリンピックが延期になって2021年オリンピック開催されるとすると、まあ、多分、7月来年の7月に診断士試験が開催されるというか。 多分ですよただこれがオフィシャルな発表があるわけじゃないので何とも言えませんが一応レックではですねあの7月に診断士試験が実施されても、えー、例年通り8月に実施された場合であってもどちらにも対応できるカリキュラムをご用意していますとただいずれにせよもう今これをご覧の皆さんです、ねまあ、多分1年近く、まあ、場合によっては1年以上時間がある。 いいう状況なななんじゃないのかなとそこでじゃあこの、まあ、今こそですねこういった先行き不透明な時代この後どうなるかわからないというような中ででも自分の付加価値を高めておくためにもこの中小企業診断士という資格はですね非常にまああの幅広い内容をですね学習いたしますので、まあ、この後ご紹介しますけれどもその まあ幅広い学びの中で、まあ、どんな業界にでもです、ね、通用するコンサルの知識、まあ、つまりビジネスですねビジネスをするためのまあ基礎知識基礎体力みたいなものがまあがっちりと学べる資格ですのでこれを機会にです、ね、ぜひぜひチャレンジしていただきたいと。まあ、とはいえ国家資格ですから まあ適当にやれば受かるだろうと、まあ、そんな生半可なものではなくてですねあの、まあ、ご存知の方はほとんどだと思いますが一応一次試験と二次試験2つあるんですね2つの試験がありまして、まあ、それぞれ一次試験がマークシート二次試験が筆記試験ということになってますでそれぞれ、えーまあ、例年ですと8月に一次試験10月に二次試験という形で、まあ、2回行われるわけなんですけれども まあマークシートは420点という基準を取れば皆さん合格するんですが2次試験はですねあの相対試験なんですねライバルとの競争に勝たなければ合格できないという意味で1次試験と2次試験では全く別物という位置づけになってますですので大事なのは1次試験通ることはもちろん大事なんですがいかに早く ライバルに勝つつためめのの次試験の勉強をいかから始めら始れるかというのがこの資格の合格するための大きなポイントとなってくるわけですね。そこでじゃあ来年診断士取りたいなと思っている皆さんのためにレックはこういったカリキュラムをご用意いたしましたよということをですねこちらのパンフレットを 使いながら皆さんにご紹介していこうかなと、まあ、ご提案していこうかなというお話になっておりますということですねで一応ですねあの、まあ、こちらのパンフレットの最初に皆さんにご提案させていただく1次2次プレミアム1年合格コースと、まあ、1年で合格力をつけましょうよと いう全体像がこちらになってますもうちょっと分かりやすくご説明しますとこの上の段上の段が一次試験についての内容になってます下の段この下の段が二次試験の内容になってますで一次試験7科目あるんですね当然これももちろん一番最初に着手していただく7つの基本的な科目と いうことになるわけですこれ一時ベーシック講座と名付けていますはい、で7つのまあ基本的な知識をインプットしていただきでベーシックレベルから今度はじゃあ次の段階ステップアップ講座そしてさらに次の段階アドバンス講座という形でまあベーシックステップアップアドバンスというふうに階段を一歩ずつ上っていくようなイメージで 1> 一1次試験の内容についてマスターしていく無理なくですね来年の本試験に向けて力を蓄えていくカリキュラムになっていますただ冒頭申し上げたように来年の試験が本来であれば8月なんですがオリンピックのせいでいつになるかわからないのでそのあたりについては正式な発表があり次第柔軟に変更いたしますのでご安心いただければと思いますこの階段を登っていく まあ、カリキュラムのことを、まあ、一応レックではです、ね、3ステップ学習というふうに名付けております、はいね、3段階でもう一つがですね、えー、先ほどもまた冒頭申し上げましたが二次試験はライバルとの戦いなんですと、まあ、要は椅子取りゲームなんですねだからやっぱ大体900個から1000個ぐらいの席があってそこを要はドンで椅子取りゲームをすると。 ライバルを蹴落として座ったもん勝ちだと。まあ、そういう、まあ、二次試験です。ということは、ライバルよりも一点でも多くもぎ取るためには。ライバルよりも一分一秒早く。二次の勉強を始める必要があるんだと。 いうことですねでこちら実はですね左から右に向かって、まあ、時間が流れていくということになってるんですけども、まあ、ちょうどですねこちらちょっと字がね小さくて見えづらいかもしれません2021年の1月ということで年明け早々からこの2次ベーシック講座が始まるという立てつけになっているんですね。ここれはどういういとかというと1次の基本的な科目を学習して でここをご覧いただくともうなんかかぶってますよね一字と二字が1時とかぶってますけれどもかぶ、まあ、りつつ、はいまあ、融合学習というふうに呼んでるんですがここで一字をやりつつも二字、まあ、を,あの2時をもう早く着手することでああなるほどと一字の知識のここが足りなかったんだなとかああ二字の解くためにはこういう知識が必要なんだなと。 といいうことがよりお互いですね一次試験の方にも2次試験の方にも双方にですねメリットがあるとシナジーが相乗効果があるという意味で REC ではこの融合学習というのをもう大絶賛もう皆さんに対して是非これは受けていいたただきたい1年で診断試,試験に合格するためにはいち早く2次に着手しかつそこでシナジーを発揮させる必要があるんだよと。 いうカリキュラム構成になってますですからこの1月早々年明け早々に2次が始まるというのは、まあ、診断士試験も他にも、ね、受験校と言われるものいろいろあると思いますが多分業界最速最速です1次と2次のこのコースでいくとね最速で2次が始まるカリキュラムになってます。はい、でここで2次をやりつつ1次も学びつつと。 いうのが1月、2月、3月ぐらいかなに行われますよと。で、そこからまた1次に向けて、このステップアップ、アドバンスと。で、2次のですね、ここもこれは通信でアプローチ講座みたいなものもあったりしますけれども、まあ、要するに1次受かっていただいて、受かったにまに2次のアドバンス講座と。で、10月の2次試験に向けて仕上げていっていただくと。 全体像としてはこんなな感じになっております、はいまああのー、何度も申しますけれどもあくまでもこの現時点で、えー、試験がですね日程がまだ発表されてないので何とも言いづらい立てづらいところではありますがた、まあ、多分一番早くて7月の上旬なぜなら今年 2020年、オリンピックが開催される前提で7月の11日、12日が一次試験だったんですね、一時試験なんですね、はいまあ、これから行われるわけなんですけども、だオリンピックがなくなっちゃって、でも試験の日は変わらないというね、なんか今年の受験生は本当にこう、ちょっと、まあ、ある意味大変だなという感じなんですけど、来年受ける皆さんは、じゃあもう最初からですね、もう7月に試験があるんだと。 いう前提でじゃあ残りあと1年か11ヶ月か分かりませんけれどもでもまあ皆さん置かれている状況に応じてですねそこはあの考えてスケジュール感を考えていただければなと、はい、思いますでさらにですまあ3ステップ学習とか融合学習の話しましたけどそれ以外にですねちょっとテキストのお話を。 させていいたただきたいのでちょっとページをめくろうかなと思いますけれどもこの「フォーカス」テキストですねちょっと大きくしましょうかねはいえっとですねあのまあ一時の7科目を学習する時にこの名の通り「フォーカス」まあ、焦点を絞るというねフォーカスということなんですがこれどういうことかと言いますと一時試験、まあ、7科目700点満点 そののうち4割は間違ってもいい要は6割超えればいいわけです420点超えればいい、うん、ということは1から10まで全てのことを学ぶっていうとかなり学習負荷が高いわけですでも6割でいいんだと逆に言うと4割捨ててもいい問題があるんだと ということで徹底した過去問分析をレックではしております。もう業界随一ですね。で、この徹底した過去問分析から導き出された、まあ、要はエッセンス、出題のエッセンスですね、そこにギューッとフォーカスした内容のテキストになっているということです。つまり、まあ、も模地図いくと、ここには 4×4 の16個の論点があるとして、 16個の論点があるとしてでこの中からレックでは、じゃあこのギュッと4つの論点、最低限、まずフォーカス、ベーシック講座ではこの4つの論点をマスターしていこうと、これはもう毎年出る論点だから確実に抑えておこうと、まあ、こういったイメージですかね。で、えー、そうすることによって、無理なく、無駄なく、無駄なくですね、受験生の皆さん。 仕事をしながらですね学習される方がほとんどだと思いますのでそういった皆さんにもこういったもう絞り込んだですね学習というのが効果的、はい、要はもう一時はマークシートですからですからマークシートを塗るために、まあ、6割を突破するためにですね最低限必要な知識をこの「フォーカス」テキストで学んでいただくというのがポイントということになります。 でその上で、まあ、あくまでも、まあ、ベーシックですから先ほど申し上げたようにその基礎的なところねこれはフォーカスのテキストで学んでいきましょうとただそこからじゃあプラス10点10点以上を目指していくためにやはり少しでも、まあ、多く点を取った方がそれは安全性は高まっていくわけですからで当然ステップアップ講座やアドバンス講座があるということになりますただ最低限このベーシック講座でまずね このフォーカステキストで学んでいただくというのが、えーまあ、大前提ということになるわけです。はい、であとはまあ融合学習ということでちょっと次のページちょっとご紹介しますけれども、えー、よいしょでこのこちらのですね一次試験の科目と二次試験の科目の関連性についてちょっとご紹介しています。 で一次試験ではこちら企業経理論と運営管理と財務会計という、まあ、3つの科目でこの企業経理論だけはその中でも組織論やマーケティング論といった、まあ、分野が分かれているんですねでそれぞれがこの科目だ大きく言うと企業経理論という科目と運営管理という科目と財務会計という3つの科目ですこれが二次試験だと事例の1、2、3、4と4つ 二次試験は4科目なんですねこの4科目とこの一次試験科目3科目がまあこういうふうに関連しているとですから先ほど言ったように2021年年明け1月早々からこの二次試験の,この組織マーケティング生産財務の勉強をすることによって逆にこの一次の企業経営理論運営管理財務会計という科目がより強化されると。 まあこのシナジーですね、1次と2次の融合学習のポイントということになります。ですから、ぜひ、あのー、もうこ,の今このタイミングで,レックのです、ね、REC のカリキュラムを、まあ、検討して、ね、皆さんに検討していただきたいと思うわけなんですけども、ま,あ、まさにこの考え抜かれた、今まで実績のある REC のです、ね、王道のカリキュラムになっています。 タイミングがものすごくいいですね、だ一応このパンフレットでは2020年7月スタートという前提になってますけれども、まあ、いつ始めていただいても、ですね、はい、こちらはあのーまあ、スケジュール冊子はまた別途ありますので、ご覧いただくとして、もう年内いつ始めていただいても大丈夫です、たっぷり時間ありますのでね、ただ、何度も言うけど、2時はとにかく早めに着手していただきたいと。 じゃあ2次に着手するためには最低限企業経理論と運営管理と財務会計というこの3科目をまずやっておかないと2次は解けないのでだからこそ早くこのね、まあ、7月8月から早速この企業経理論とか運営管理財務会計から始まるんです、はい、というようなカリキュラムなんですね。はいぜひまあ、あの <coughs> 皆さん 2021年ですね、合格を目指したいというのであれば、もう一刻も早くスタートさせること、それがまあポイントになってます。で、それ以外の、さまざ、あ、まなネレックの制、えー、度、例えばその、フォロー制度、フレックス制度とか、まあ、これ、パンフレットにも載ってるかな、載ってますよね、<laughs> うん講師陣、あ例えばこのフォロー制度。 フレックス講義フレックス制とか、ね、あとあの通学もし、えー、検討されている方であれば通学される方にはすべて通信も標準装備されていますということで、あのーまあ、別に自分のもう通学している学校の講義しか受けられないんじゃなくてもうウェブでも、はいえー、通信講座が受けられます、まあ、もちろん DVD を選んでいただくこともできますしまた まあ、これたまたま私ですけれども、例えばこれ、あの企業経理論でねあの、まあ、ある先生が、こ後藤先生かな、後藤先生かな、はい、企業経理論やってますけど、じゃあ、近所の企業経理論みたいな形で、まあ、要は私、裏番組みたいな形でね、あの別の講師の別バージョンでね、同じテキストの別バージョンで聞いたりとか、そういうこともできますので、それ、今のところですね、二次に関係する科目、企業経理論、運営管理、財務、 あとはあと経済学苦手にする方が多い経済学を中心に裏番組も用意してますのでさまざ、あ、まなサポート体制ありますのでねそういったものを使いこなしていただいてぜひ実力を高めてほしいなとあとはまあ細かいところになるので今もう私から説明するよりもぜひ、まあ、デジタルパンフとかですねもしくはあの、まあ、お近くのレックの 窓口でお尋ねいただければさまざまな、ね、あの自習室どうなってるのかとかフォロー制度どうなってるのかとか、まあ、あると思いますだから要するにもう私が言えることはとにかくもう一刻も早く勉強始めることですね資格のポイントあくまでも資格っていうのは手段にすぎないのでだからこそどれだけ短期間でどれだけ低コストで合格をつかむかそれだけの話ですよねで、えー、そのためにはやっぱり そのこういったまあ考え抜かれたカリキュラムにどっぷり使ってその通りも突き進むのがもう一番最短距離合理的ですよねうんまあだからいろんな勉強の仕方あると思いますただあの一番安心安全なのはこういったあのカリキュラムにのっとったまあ1時も2時もね練り上げられてますのでこちら えー、お選びいただいて、われ、まあ、我々レック講師陣がですね全力で皆さんをサポートいたしますので、まあ、本気で2021年、えー、日本を盛り上げる国家資格ですからね、ですので、ぜひ皆さんも中小企業診断士になっていただいて、皆さん自身のスキルアップ、キャリアアップとともに、ですね、まあ、あのコロナで今、もう本当に、ね、あの社会が暗いような状況になってますけども、日本を盛り上げていけるようにね。 皆さんのそれぞれの業界も盛り上がるようにぜひ素晴らしい診断士になってほしいなと思ってます、えー、もう思い立ったが吉日ですので一刻も早く学習スタートされることを祈ってますし我々レック専任講師陣はです、ね、皆さんのチャレンジをお待ちしてますのでね是非、はい、頑張っていきましょう というわけで、えー、診断士を目指す、目指したいなと思っている受験生の皆さんに対する、まあ、レックからのご提案でした。ぜひこの1時、2時プレミアム1年合格コース、ご受講いただければと思います。では、えー、短い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございました。